これからみんなのサポート役としてよろしくね。期待しているわ。あら、もしかして緊張してるの？最初は緊張しても仕方ないわよね。少しずつ慣れていってちょうだい。歓迎するわ。エリチと話し合って、朝から最終下校時刻まであなたが敷地内を出入りできるように手配したよ。他にも必要なことがあったら声をかけてね。よかった。これから毎日一緒に部活できるよ。エリー、いる？昨日相談した話なんだけど。新曲の調整ね。もうみんなに確認してもらったから、今日からボーカルレッスンに入れるわよ。ありがとう。やっぱりエリに相談して正解だったわ。そうだエリちゃん、今度のライブなんだけど、本番前に通しで練習したいんだ。ほのかならそう言うと思ってた。今回は会場に相談して、前日夜も会場を使わせてもらうようにしたのよ。そうなの？相談する前から解決しちゃうなんて、エリちゃんすごすぎ。エリちゃんはね、ほのかの思いつきでも何でも実現しちゃうんだよ。どちらかというと、実現できる範囲で実現するっていう表現の方が合ってるかもしれないわね。ほのかの思いつきは到底実現できないこともあるんだもの。心当たりあるでしょ？いやー、どうも。でも、それは決して悪いことじゃない。君にも私たちでは思いつかないことを指摘してもらいたいの。実現できるかわからないことでも、役に立つかわからないことでも、思いついたらいつでも話してね。実現できるかどうかはみんなで考えようってことやんね。部活のスケジュール管理なんかも一人だと見落としが出る可能性もあるし、いろいろ相談できたらって思っているの。まずは私たちといろいろ活動をしてみて、そこから何か感じてもらえたら嬉しいわ。焦らなくていいから、気長に行きましょうか。ちょっと期待をかけすぎちゃったかもしれないわね。ごめんなさい。少しずつやっていきましょう。